お前ら言う？てかそう、なんかよく言われるやん。そう、そのさ、例えばホテルとか家行くときに何て言いますかみたいな。うんうん。なんて言えばいいですかみたいな。なんか別に定型文とかないよ、そこに。俺はね、無言だね、ホテル入るときも。あ、でも近い。次どこ行くの？こっちで。うん。こっち。あ、それはもう、うん。その、それまでのこう、過程によるやん。うん。なんかもう行けそうだなっていう確信とかがあれば、もうそこに行けるし。あー、これ言うな。あ、そうなんだ。うん。今日一緒にいたい。あー。いや言うよ、うん、お前言うよね、言う言う、うん、めっちゃ言ってんの想像できるわね。なんかあ言う時ちゃんと言う時もある。え、てかエッチしようよって言う時ある。言うな、うん、それ言うんだってよく俺言われるから。あ、正解じゃない。いや、再現性がないってこと。俺ね、いつもね、うん、大丈夫で通すよ。でも怖くないよ、怖くない、大丈夫大丈夫。いや違う、だからこっちだよって言うの。例えば渋谷でスコールとき、センター街らへんの居酒屋飲むじゃん、うん、で、なんかここだけ怪我だ。なんか俺さ、インスタでなんか女の子から、うん、ケスのここが好きですみたいなんで、ここをまず切り取ってどんどんズームして富士みたいな。お前のここ結構ピックアップされるらしい。あ、そうなんだ。M字だから、うん、で、何の話。あ、渋谷で渋谷で、センター街飲むでしょ、うん、で、こうマックのとこ左に曲がってさ、うん、渡ってさ、細い道を入って、うん、その坂を登ったらラブホがいる、うん、そこまで、こう次行こうって言って、うん、こっち、こっちって言って、うん、その坂の根元までを進めるわけよ、うん、で、その坂を登るときに、うん、あの女が気づくのね、うん、ラブホがいるみたいな、うん、でも、え、行かないよみたいなことを言う子もいるわけだよ、うん、大丈夫大丈夫、うん、大丈夫、うん、大丈夫大丈夫って言って行くの。あ、それさ、強行突破じゃない。いや違う、これはね、OK 突破。OK 突破、オーライ、オーライ突破、オーライ突破、大丈夫、オーライオーライ。これ本当に、本当にこれいい、いいな、うん、へー、うん、大丈夫大丈夫大丈夫、うん、自信持ってる。あ、いろんなくだり、あらゆるくだりに使える、これオーライじゃん。例えば付き合ってないからダメだよ、大丈夫大丈夫大丈夫、これいつもこれで通す。なるほどね、全然参考になんない。いや、ちょっと試して、試してやってみよう。次、大丈夫大丈夫って言ってたの、本当に大丈夫になる。あ、失敗したことない、それで。え、ないよ多分。マジ大丈夫大丈夫って言って、うん、なんかそう、大丈夫って自分がずっと言ってると、うん、なんか理由がいろいろ思い浮かんでくる、うん、ここ入れる大丈夫、うん、とかもあるし、うん、これこいつじゃないと難しいね。てかね、藤田のキャラだと思う、うん、怖いじゃん、怖い、うん、あ、これ断ったらあれだみたいな。そう、瞳孔開いてるさ、うん、口開いてるから、ね、いやしかも臭い、臭い、大丈夫、臭いわ、臭くないんだって。俺女と会う時はお前らと会う時だけだって。